オルニトプシスは白秋前期のイングランドに生息した中型の竜脚類恐竜である。ゴミ箱分類群であるペロロサウルスのシノニムであると考えられてきたが、近年の研究ではこのシノニム化は明確ではないことを示している。ペロロサウルスのシノニムとされるオルニトプシスの種がある。一方、他の属がオルニトプシス属のシノニムとされたりもしたが、 90年代以降タイプ種は正当であるとみなされている。オルニトプシスのレクトタイプである、同ー,ータイプ種オーナサプシスハルケイは1870年に、ハリーシーリーにより命名記載された。タイプ標本は2つの同ー,ー BMNHR2239 と BMNHR28632 で、それぞれ前者は、イーストサセックス。 後者は、ワイト島のエセックス類層のバーレム機の地層から発見された。俗名はギリシャ語で、鳥を意味するロニュイオタと、顔もしくは、似たものという意味のプサイイオタから派生している。種商名は、ジョン・ウィタカー・ハルクに、懸命されたものである。しかしシーリーが親族としたことを、リチャード・オーウェンは受け入れなかった。また、化石の進化論的な解釈を拒絶していた。 そのためオーウェンは命名の優先順位を無視し、1875年に、これらを分割し、一方の標本、BMNHR2239 を1841年に、イグアノドンの方形骨として記載したものとともに、ボトリオスポンディルスマグヌスと命名し、他方の BMNHR28632 をボスリオスパンティラスエロンゲイタスとした。 分割の結果これら二つの椎骨は別々の命名を経ることとなった。BMNHR2239 は1876年にオーウェンによりコンドロステオサウルスマグヌスのタイプ標本とされた。この標本は1889年にリチャード・ライデッカーによりペロロサウルス属に含まれるとしてペロラソリス・ハルケイとされ、1893年には オプロサウルス族とされた。その後2005年に、セバスチャン・アベステギアにより、エウカメロトスとされている。BMNHR28632 は1882年に、ハルクにより、オーナサプシス・キャマラタスとされている。しかし、1995年に、ウィリアム・ブローズにより、オーナサプシス・ハルケイのレクトタイプに指定された。 ブローズが上腕骨からなるペロロサウルスのホロタイプには何の独自性も見出せないとみなしたこととは別にこの指定によりペロラソリスハルケイは無効化された。ブローズは同様に BMNHR2239 を明らかにタイプ標本と異なるとしてオルニトプシスから除外した。1882年ハルクはウィリアム・フォックスにより発見された。 骨盤の骨からなる標本、BMNHR97 に基づき、オーナサプシス・キャマラタスを命名した。1995年、ブローズは、オーキャマラタスを、オルニトプシスから除外し、ブラキオサウルス化のインサーティセットスとした。1887年、ハルクによりオルニトプシス属の、第三の新種オーナサプシスリーザイが、標本。 BMNHR1985 から1988に基づき命名された。これらの標本は、アルフレッド・ニコルソン・リーズにより、ピーター・バラ近郊で発見された椎骨と部分的な骨盤である。数個の椎骨、標本、BMNHR1894 の後に、発見されオーリー剤の新タイプと関連付けされることがあるが、これは別の個体に由来するものである。 この種は後に、ケティオサウルス属に移されシーティアソリスリードシートされ、さらにケティオサウリスクス属のシーティアソリスカスリーザイと解明されたが、今日ではどちらも不正確な童定であると見られる。また、基地の種がオルニトプシス属の種として解明されることもあった。1888年、ライデッカーは、アイシャイラソリスマンセリーハルク1874を、 オーナサプシス・マンセリー、シーティアソリス・ヒューマー・フレスタタス・ハルク1874を、オーナサプシス・ヒューマー・フレスタタスへとそれぞれ解明した。1922年、フリードリヒ・ホン・ヒューネは、ボスリオス・パンティラス・サファススを、オーナサプシス・サファスサに、シーティアソリス・グレピーニーを、オーナサプシス・グレピーニーへと解明した。ヒューネは、さらに1929年、 ペロラソリスコニベリーをオーナサプシスコニベリーへと改名した。これは先に命名されたペロロサウルスの優先順位に反したものである。これらの種名はすべて現在では不要名とみなされ、誤った新名もしくは不正確な同定とされている。別の化石がオーナサプシスハルケイと指定されている。 今日ではこれだけひどく侵食されたタイプ標本は唯一のケースであり、神経棘をかくついたいのみである。この椎骨は非常に眼気的で大きな空洞があった。下側の円が狭く高さがあり、悟空型で長さの2、3以上のやや三角形の深い側空を持っていた。これらの特徴は、キタノサウルス型類のものと一致している。 より正確にはおそらくブラキオサウルス化に属しているのだろう。オルニトプシス属は現在タイプ症ハルケイとおそらく第二の種であるオーリードシーに限定されている。これらはノメンデビームとされ確実に言える限りではティタノサウルス型類のインサーティセットスとされている。この再検討はアプチャーチへ通るによるものである。基準の問題として誤って オルニトプシス族とされた他の種は再検討によって元の族か親族に再同定されている。ありがとうございます。